一発マリオ30連発パート2、略して30発マリオちょっと取り直したい全然面白くね、30発マリオってなんだよどうもビオキングって言います。今日はですね、一発マリオ30連発パート2ということで、約2ヶ月前か3ヶ月前ぐらいにパート1をやらせてもらったんだけど、今日はその続きからだね。でパート1の方でも言ったんだけど、この動画はね、僕がショート動画で出してる一発マリオを少しだけ編集してつなぎ合わせたものになるんですよ。なんで僕のショート動画を全部見たことある方はほぼ同じ内容になってるから、見なくてもいいと思うまあそれは冗談として、懐かしいなと思いながら見てくれたら嬉しいな。で30個あるんだけど、ぜひ最後にコメントでね、どのコースが一番好きだったか教えてくれたらめっちゃ嬉しいっちゃんね。ということで早速見ていくまい。ヒュイガー、一番左に行けば羽をかわせるんじゃないかなと。これがこのコースの攻略法だよきっと。羽、いや想像以上に多かったね羽が。でこれ羽と同じ動きで行ってみようか絶対無理こんなのえ、どうやって行くんだろう。あ、待ってて、羽を飛ばせばいいのかな。てかさ、思ったんだけど、わざわざ羽を飛ばす必要ないんじゃないかな。ここで取れるだけ取っておいて、そしてゴールすればいいみたいな。今ちょっと惜しくなかった。多分しゃがんでたらゴールできたかもしんないね。活路が見えてきたね。ここでなるべく多くの羽を1枚でも取っておく。そして広めに道を開けておいて、こっから右に走っていけ。これ僕思ったんだよね、左側で羽取るでしょ、そして右側にファイヤーフラワーを移動すれば簡単にクリアできるんじゃないかなと。そして上の羽を全部取ってタンタンタンみたいなまあクッパの火は邪魔なんだけど、あ、30秒しかないのか時間が。これね、最速が23秒なんだけど、23秒ってめちゃめちゃ速くないかな。一つのコインのところ4秒台で行ってるっていう感じでしょ。僕今のでもう10秒近くかかってるもんね。速い行き方とかあんのかな。まあとりあえずこの炎に当たらないようにしていきたいと思います。今回は時間切れになってもいいんでね。いや、ここクッパが近くなるにつれてなかなか難しくなるんだね。さあ頼む。うーわ、むっけ。僕もこのコースで最速タイムを取っていきたいと思いません。絶対に難しいと思います、23秒は。ただなんか速い行き方があると思うんだよな。あ、ここで取る。なるほど、分かった。一番上まで行かなくていいんだ。そっちの方が楽だし早いね。いや次でこれ絶対ゴールできるよ。いや、ワンチャンこれでゴールできるみたいな。マジちょっと集中してていい？7秒しかないな。6秒ゴール。はい、いけるのか。もう当たってもいいよ。これでゴールした。いやー一旦開始早々様子見ておこうか。隠しブロックか。じゃあこの隠しブロックどっからどこまであるんかな。この上はなさそうだね。そしてクリボーの上には全部あると。もう分かりました。ごめん、これ簡単かもしんない。右からクリボー踏むでしょ。そしてこう行けみたいなドアに入ってあのメットをかぶれって言うこれいけんの？頼む。まあこんなもんでしょ、絶対こうなるんでしょ。じゃあここはタイミングを見計らって上にどんどん行けと。はいはい。あ、意外といけそう、意外といけそうだね。一つ一つ行き方を辿っていくしかないんですよ。ここで大ジャンプして取った瞬間すぐ左、あっ絶対今のでいけるよ。見てて、こっから左に行く。そしてこの場所にたどり着いたのはいいんだけど、はいはいはい、やった、来たんじゃないこれ。え、めちゃめちゃクリア早いよこれ。なぜそうだろう。何度かやってればいけるはずなんですよ。一発マリオって運ゲー要素が強いからさ、実力なんてあんま関係ないんですよ。なんかいけないな、さっきいけたの。なんで、さっき扉までたどり着けたろ。奇跡かもしんない。全然たどり着けないもん。こっから上ターンターンターンで、ここで扉にたどり着いてどうするか。下を失敗してみる。さっき何もしないとダメだったもんね。このパウブロックをどうかして、まあいいや。まあ10秒しかないね。そして、まあ、この右側は惜しいけど、ここにどっすん。一応やじゃー。じゃあこのパワーブロックを右まで運んでどっすんを倒すだけと、なかなか簡単でもないね。こういうのはリズムだね。テンポよくいこう。ワンツー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 、ここもう少し遅めにジャンプしろと、そういうことなんじゃないんですかね。なんでどっすんが来るギリギリまで待っておこう。ここいやでも大体今ので分かったね。これパウブロックをジャンプして破壊しなくていいんじゃないのかな。なんでパウブロックを右まで運ぶでしょ。そしてドッスン自身に破壊させれば多分ゴールできると思います。いや
でんぐり返しして行けばいいと思うんだけど、一旦ジャンプしてでんぐり返し。あ、うわ、結構手前側で当たるんだね。じゃあこのネズミギリギリまで近づいておこう。そしてジャンプした瞬間にでんぐり返して、やんで最速が1秒なんだよね。なんで走ってくるりんでいけないかな。あ、全然いけそうにないね。多分バッファージャンプ入れた方がいいかな。これだったらさ、ジャンプ力低いじゃん。なんでこれで一瞬の隙間をついて、ちょっとそれで行ってみようか。まあ1秒では無理だけど、こっちの方がジャンプ力低いから早くねでんぐり返しできるんじゃないかなって思うんですよ。どんな感じの反り立つ壁が5つ設置されてあるんだろうね。なるほどね、最初はこのバーか。じゃあこのバーを壁キックして進んでいけと。でピンコインもあったんだけど、あのピンコイン全部集めなきゃいけないのかな。そして次はツタ、そして次はブランコか。いや、さすがに難易度は緩めだね、 10% 超えだから。で、またツタ。ちょっとかぶってるけど、一応ガリガリが邪魔してるっていう感じだね。で、これでラストなんじゃない。いや、ここちょっと難しいかもしんない、このドクロリフトのとこ。やり直し聞く？やり直し聞くかもしんないけど、時間が足んないね。頼む！よっしゃ、来た！早く！早くゴールを！私にゴールを！ちょっと難しいんじゃないの、最後。はっ！いやー、ここね、反り立つ壁が難しいんじゃない。最後の一マスの針を抜けるのがマジで難しい。いや、これいける。よし、最後のところだけね、一発マリオだもん。ここだよ、一発マリオ要素。ジュゲムを40体以上倒してからゴール。じゃあ踏んで倒すってことなんじゃないんかな。いや、しかも10秒しかねえし。とりあえず50コインの方追っておこうか。なるべく高い位置に追っておいて、こっからどうすれば。はいはいはい、パワーブロックね。このパワーブロックの上に乗って、こっからどうするかなんだけど、これ以上上に上がることはないんだね。ということは、ここでパワーブロックを投げてゴールできないね。宇宙に浮かんでるからかな。このパワーブロックの上に乗っておくじゃん。そしてこのマグマが下がった時にパワーブロックを上に投げてみる。そしたら一気に40体倒せるんじゃないかなと。夢見んな。今のがいいヒントとなりました。このパワーブロックを投げるところまでは合ってる。そしてこのパワーブロックをジャグリングすればゴールができるんじゃないかな。とりあえず左のピースイッチを押してみようか。そしたらどうなるかだよね。あー、なるほどね、一応逆さになってくれるんだ。なんであの落ちてる間に踏んで、もう一回ピーチャンしてゴールしろっていう感じっぽいよね。ただそれがめっちゃむずいんだろうね。踏むで踏む。いや、なんかいけそういけそう。これ左から勢いつけた方がいいのかな。そうしないと届かないようになってるみたいな。ちょっと左から勢いつけていこう。勢いがついた状態で右側のピースイッチを踏むことができれば。ふざけるな、このコースでふざけるのはきっと世界でお前だけだぞ、ピオキング。実はこれ20分以上やってます。たったピースイッチを2個踏むだけなのに、こんなにも難しいんでしょうか。そろそろクリアしたいよ、頼むマリン、そろそろゴールを。こういうコースって確かゲームセンター CX だったっけ。なんかそういうのあってね。あーなー、もうわけわかんないよ。あ、左上にいるのね。なんでこれ、誰に挟まれてやられちゃうみたいな。いや、面白い、正直こういうの期待してました。どうすりゃいいのよ。落ち着こう、一旦落ち着こう。ゆっくり行けば行けるんじゃないの。僕はゆっくり右に行けば行けるんで。もう嫌だ、ここ。頼むってクリアさせてくれ。一旦右にジャンプしてみようか。右にジャンプしてあの隙間だけを狙っていく。そんな、頼む、リリースさせて。あと4秒しかない。頼む、ここ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 。もう頭がぶっかれそうですよ、僕。お前行けるときはあっさり行けちゃうパターンでしょ。あ、行けたみたいな、そういうの期待してないから、僕。あ、行けた。この山登れるのかな。絶対無理じゃん、こんなにハンマーが降ってたらさ。しかもタイムが10秒しかない。アイテムは、いや、やっぱアイテムは何もないのか。じゃあ開始した瞬間にすぐにハンマーボロスを踏んでいく。開始してちょっと経った後行ってみようか。今このタイミングでどう。はい、ダメ。タイミングが合えばバッチリいけると思うんだよね。このタイミングが全然わかんない。あ、あ、やばい、いけそう、いけそう。あの良いね。8秒になった瞬間行ってみる。ここ、このタイミングでどうかな。じゃあ9秒が表示されたタイミングで行ってみる。これでどうかな。あ、やばい、すぐに行けそう、行けそう。もうそのまま連れつける。なんで飛ぶの、そんなの聞いてないよ、この動画キャロが。さっき何体目ぐらいで飛んだっけ、あのハンマーブロス。17体目か。じゃあ
この17体目をまた踏んでったらゴールできるんじゃない？希望が見えてきたね。これで17体目をきっちり踏むことができればクリアできるんじゃないんでしょうか。さあ僕はクリアできると思ってませんけど、さあここで踏んでいく。どういけこのまま。一見めちゃめちゃ簡単そうに見えるけどね。え、これクリアできないの？は？コース名に隠しブロックなしって書いてたから多分ないとは思うんだけど、どっかに、え、なんこれ、なんかここにあるんだけど、え、ここ乗れるみたいな、え、なにこれ、え、すごいね。じゃあこの辺もなんかあるみたいな、うわ、なんかあるよ壁が。この辺で右にジャンプしてみる。あー、やっぱなんかあるね。ここもなんかある。え、こんな感じで上に行けばゴールできるみたいな。あー、こっちのカーとかこの中に入ってったら中間ポイント。じゃあこの中間ポイントと、なんでこの声に戻れないのよ。しかもさ、ここ入れないんだよね。ちょっと一旦戻ってみようか。戻ったらゴールできるようになってるみたいな、ここが開くみたいな、そんな感じ。なんか右下に50コインっぽいのが見えるね。あれを取りに行けっていうことかな。なんこれ、語彙力なくしてしまうよこのコース。なんこれ、仕方ないもん。じゃあとりあえず連打で行ってみようか。連打で、誰か助けて。一旦ゆっくり行ってみようか。 P 持って投げる、 P 持って投げる。デレデレ、ちょめんだよ。今のをもうちょっとだけ早くしてみようか。タン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 、これ勝てんじゃない。もうそのままゴールまでつける。頼むマリ、そこはちゃんと折り返して、そのまま見て、なんで上に重ねてんのマリー。もうやめていいやろ。もうゴール条件分かったからもうやめておくないから。右まで行くのにめちゃめちゃ難しいんだよ。頼むマリ、次こそ行って。もういいんだってそのくらりや。集中モード、僕が本気を出したらこのコースちゃちゃっとクリアできるっていうことを証明してみせるぜ。ぬるいんだよこんなコース、今に見てろ。さあここから左に戻る。さあ残り1秒いけるのか。頼む。ゴール条件がコインを1枚取ってからゴールか。この下なんかリフトあるけど、この下に、あー、コインがあるっていうことね。この一番上のリフトがあるじゃん。こっからジャンプしたら、あー、上ギリギリだよね。なんで上のリフトはさ触っちゃいけないんじゃない。ということは一番下のリフトに乗ってコインを取った瞬間登っていく。はい、真ん中のリフトじゃない、真ん中のリフトに乗った瞬間奈落の底へ、レッツゴー。いける、いけるぞ、希望が持ててきた、これでいける。あのよえな、数々今まで無理だという一発マリオをたくさんやってきた。このコースも無理だよ。ちょっとマジでやるわ、相当難しいこれ。あ、心臓止まる。え、本当に来たんだけど、こっから右にジャンプすればゴールできるんじゃない。頼む、こー、神はいないのか。でもなんとなくコツはもう掴んだね。さあこれはゴールしたでしょ。え、10秒で25体のクリボーって倒せるんかな。あ、とりあえず普通に振り切ってみよう。いや違うんだって、ちゃんと踏んでいこう。このクリボーを踏むだけだったらそんなに難しくはないはずだから。で、10秒以内に本当に25体のクリボーを倒せるんかなと思うんだけど、あ、ちょっと間空いてるわけね。あー、なるほど、リズムを狂わせる感じだね。だがちょっとの隙間を空けたぐらいでリズムを狂わそうと思っているなら、それは制作者お門違いだぞ。僕が今までどれだけたくさんのクリボーを倒してきたと思ってんの、これは一旦じゃないんですか。なんでここでジャンプして、あ、ちょっと待って、マリオはふわふわしないんだね。このとんがりコンガー。だがもう分かったぞクリボーよ、一旦クリボーをおびき寄せておいて、こっから上に行けばいいと、そういうことですか。ちょっとこれ地味に難しいかもしれん。なめるな、クリア率 4% のコースなんて僕にとってはへっちゃらなのさ。キノコの山みたいな顔しやがって、こっから上に行けば。これ実は下から行くのが正解みたいな、下のクリームをちょっとずつおびき寄せておいて、右下から行くとかそういうことでもなさそうだね。無理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 。まずこのクッパクラに乗ればいいのかな。乗って右には行けないよね。そして10秒しかないのか。じゃあこのまんま、あ、ちょっと狭くなってるんだね。で、こっからこっからどうやっていくの。え、壁があって進めんくない？え、この壁すり抜けれるみたいな、そんなんかな。まあ、こっちに行くのがめちゃめちゃ怪しいんだけど、とりあえずこっち行ってみようか。こっちって降りるみたいな。いや、やっぱなんもないよね。クッパクラーに乗ってさ、とりあえず右上行ってみようか。あの右上がめちゃめちゃ怪しくない？とりあえずいい感じに進んでくれてるなって言ってるけど、ここここ、あ、なんか行けた。
え、こんな生き方あんの？またとんでもないバッグを作ってるね、この方。いや、すごくない？なんでこのクッパクラウンに乗ってさ、壁をすり抜けることができるんだろうね。で、この下すり抜けて降りてゴールみたいな。このクッパに乗っていけんってこと？じゃあ、右を進歩したらいけないね。いや、これはむずそう。トランプジャンプみたいだね。じゃあ、雲に乗って、ちょっと上だけ押して右。慎重に行こう。雲に乗った瞬間一瞬だけ上、そして右に行ったらいけるんじゃない？あの良いね。落ち着こう。いや、落ち着いたらダメだ。落ち着いたらこのコースきっとクリアできない。落ち着くのは見てる方たちだけでいいんだ。なんで皆さん僕の分まで落ち着いててください。さあ、なかなかいいスタートダッシュを切れたよ。マリー、これはゴールできるっていうチャンスがあるんじゃないのか。右に進むだけでこんなにうるさい実況者いるのか。わーい、もっと騒げ。わーいわーいわーい、このまま右に行ったらゴールができない。なめるな、こんな雲に乗って右に進む。いや違うんだって。もう分かった、これは乗った瞬間右に行ってこの針の中で調整するみたいだ。来た、絶対に来たよ。これはもうこれやられる要素がないもん。もういけ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 、そのままゴールまで突きる。頼む、Eスイッチを1回以上押してからゴール。え、たった1個でいいの？え、結構簡単なの。え、この1個上とそういうことなんですかね。いや、これはむつけえばい。これいけんのかな。まあでもそんなの余裕ってことぐらい見せつけてやろうじゃないか。Eスイッチが何秒の頃に出すかだね。7秒と6秒の間か。ということは7秒と6秒の間にジャンプすればゴールできるんじゃない。19、8、7、このタイミングでどうだ。コインを取っていけばいいだけみたいな。あ、タイム300秒ある。え、全然余裕じゃんこんなの。え、なんでクリア率が 1.7% ぐらいしかないんだろうね。あら、あ、もう出ないの。え、60枚しか出ないとかそんな感じ。あ、全てって書いてなかった今。え、それめっちゃむずくないかな。この1枚も取り逃さない。いや違うんだって。これはなかなかシビアだね。まあ、最初1枚も取り逃さないこと、そしてその後、うわ、無理。これもう2枚取り逃してるじゃんね。あ、今なかなかいい取り方してなかった。あー、なるほどね。これ1個さ、土管にひっついてたらこっち側出ないじゃん。で、その間に右の方を出して上から全部取るみたいな。こんな簡単な一発もあるよ。じゃん、僕は発狂したりないぞ。さあ、ここで1回左取る、そして右取る、左取る、右を取る、左を取る、右を取る、そしてゴール。神くんは上からいっぱい振ってくるとかそんなコースなんかな。ちょっと待って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 、ちょっと一旦よく見ておこうか。一番左まで行って、あ、玉の上に乗ればいいっていうことかな。ただカメックが4体でしょ。どこにいるのか全然分かってないんだよね。こっから、あ、もう一回あの玉に乗れそうだね。2個目の玉に乗った時にね、カメックがすぐ近くにいたんだけど、そのカメックをまず踏んでおこうか。そして次がこのカメックだね。うー、次が分かんないよ。見切った、このコーススターがあれば簡単だということに。いや違うんだって。まあ3体目までは分かった。で、4体目がね、まだ見つけれてないんだよね。どこにいるんだろうね。この下にね、確かカメックがいた。そして4体目おらんくない。まあいいか、とりあえず3体目までカメック踏んでみよう。そして4体目を3体目頑張れ頑張れ。そして4体目どこ。あれ、じゃあここはまずスタートダッシュして、ここはどうすればいいの。あはーん。やられろ。あはって言ったんだから、カポンってかぶってないでやられろ。このメット P スイッチなんで、オンオフスイッチ、このオンスイッチにスピード落とさず当て続けろっていうことだと思うんですよ。これなかなかコントロール性を求められるね。いや、なかなかいいんじゃない。これでも16回ってめちゃめちゃしんどいと思うんだけど、あと何回、いや何回成功してるっけ。めちゃめちゃうまい。あと、やめるな、ゴールまでそう遠くないっていうことを見せる。いや違うんだって。だが安心してください皆様、この動画を出すということは結局最後にゴールをするという、そういう動画になっております。だから今までわーわーギャーギャー騒いでるのはもうオープニングみたいなもんだよ。ゴールのためのオープニング、うわーきつかったみたいな、このコース難しかったねみたいな、もうそういう振りでしかないから、だからこれでゴールすると、そういう。ちょっと待って、これ時間がないね。とりあえずこの間をすり抜けていけばいいのかな。
多分この氷ブロックがジャンプする目印のところだと思うんですよ。そしてここでくるりんして、あ、壁キックでいいのかな。え、三段ジャンプできんよね。この間を抜けることがまず難しい。三段ジャンプすらできてないぞ。まだここで一旦 U ターンして戻る。そしてここで三段ジャンプできるのか。よっしゃ来た、これはゴールできるんじゃない。もうここの U ターンを早くする。いや絶対来た、これ一点の曇りもない教科書のような三段ジャンプだね。頼む、バカカペー。なんだ教科書のような三段ジャンプってそんな教科書あったら読んでみたいですね。そして三段ジャンプができるようになって、僕もマリオのようになるんだ。さあマリー次で行ってくれ。どうせ行けないでしょ。すごい当ててんじゃねえか。でももうなんとなく感覚は掴んできたよ。ここでサンクルリンするでしょ。そしてここのユータをめちゃめちゃ速くすればゴールに近づけるみたいな。もういけいけいけ、もう疲れたよ僕は。いったー、ちょっと最初見ておこうか。どんだけゴールをさせたくねえんだよちょっとリズムよく登ってみようか、この階段を。タン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 、無理やろこれ全然いける気がせん。一番下で右を失敗、そしたらバネが抜けれるっていうことなんじゃないのか。いやこれワンチャンあるよ、ここでジャンプなんだろこれはお腹痛いんだけど僕もうこれ生き方合ってんのかな、マジで不安なんだけど。これあれだね、 LINE で好きな人から返信が返ってこない時の感情と似てるねさあまずデカマリオになって、まあこのねブロックを壊しながらね、どうにかして上に行けっていうことなんかな。多分上に行ったらゴールができますよみたいな、そんなことだと思います。まあ一旦適当に壊してってみる。こうやって適当に壊してったら実は先に進めますよ。真ん中の方ブロック先に開けておこうか。そしてここも開けておく。でこっからどうするかなんだけど、こっから行けないかな、ワンチャン。はいはいここまでは絶対合ってると思うんだよね。でここも1個壊して、次右に渡るときにさ、上のブロックも1個壊す。これで先に進めるんじゃない。頼む、パパカパー。こっからしゃがんで上。いや絶対来たよこれ。さあゴールしたいと思います。こっから上にジャンプして、ここでゴールいや違うんだって。絶対壁があると思ってた。じゃあここは上に行って、また落ちるところだマリオメーカー1の頃はちくわブロックの上で左右に暴れたら早く落ちるっていうのは知ってるんだけど、マリオメーカー2ってそれあるんかな、聞いたことはないんだけど。そして意外と長いなこのちくわブロックたち、どうせ間に合わないんでしょ。じゃあ次はちくわブロックの上で左右に暴れてみる。これで少しでも速くならないかな。そしてこれ意外ときついな、僕釣りそうだよ。もう左腕が少ししか時間経ってないけど、何回も続けられる自信ありません。これでゴールしたー。先生変わってないやんかー。ちょっともう一回やってってみていいかな、これ以外に方法がなくない。だってただマジでさっきも言った通り、何回も続けられる自信がない、左腕が釣りそうだから。ここ下降りた時、あちゃん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 じゃん、ジャンク品のピオキング。もうここまで来れば手当たり次第だ。次はしゃがんで左右連出してみよう。これでいけないかな、左右連だけでマジできついんだよね、僕の腕使えなくなっちゃうよ。そしてここで右にダッシュすればゴールが。じゃあとりあえず右ダッシュしていこうか。そしてまず1枚目のコインを取るまあこんな感じでしょう。このくらいの難易度、無言になって集中すれば簡単にクリアできるんだ。次やられたらそれを証明してみせたいと思います。ふざけるな、クリアできないからって気候に走るのはやめろ。でも大丈夫さピオキング、もう壊れてるっていうのは誰でも知ってる。ブックオフで売られてるからな、ジャンク品コーナーで。僕へジャンク品の僕を誰か買って。頭ぶっ壊れてきたでもさ結構いい線いってると思わない。うもういけ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 、頼む。あいやでもね、さっきのでなんとなくコツはつかんだと思うんだよね。だってそんなにも時間かかんないと思うんだけど。4 5 6 パウの周り回んないの、もうやめていいですかこれこれはほんと厳しい。そんでこれを30秒以上耐久しろってことでしょ。もう終わったわ、僕の喉とかその他もろもろいやでも意外といけてんだ、当たり判定そんなにないのね。でもこれ30秒以上
秒はちょっときつすぎない。今何秒、あ、15秒経ってる。いやこれもうパターン入った、パターン入った。このままゴールまで行って、頼む。ちょっと色似てんな。次変えるわ。ちょっとルイージに変える。色がちょっと見にくい。そして瞬きができない僕。頼む。あと何秒、あと、いや意外といけるぞこれは。頼む、このままもう行ってくれ。ゴールが見えた。どうやってゴールすればいいこれは。頼むって。ルイージに変えてまいりました。これだったら意外と見やすいんじゃない。ゴールの仕方まだ分かってないな。どこでジャンプすればいい。次ジャンプ、ここでジャンプ。ちょっと様子見てっていいかな。全然分からん。これどのタイミングで行けばいいの。しかも時間20秒しかないのか。ちょっと適当に行ってみていい。こっからジャンプ。ちょっと最速見ていいかな。最速が5秒か。5秒ってことは始まってすぐ行く。あ、なんか今行けそうじゃなかった。開始した瞬間雲の中抜けていく。うわこれじゃないのか。少しだけ待って、このタイミングでどうかな。はいはいはい、わかりました。次でもうゴールできると思うよ。多分だけど抜けた瞬間にバネに乗ってジャンプすれば抜けれるみたいな。やったぜ。ちょっと様子見てみようか。いや想定外、相当想定外。え、意外と綺麗にバネてくれんのね。これじゃあ一旦右に行ってみようか。そのまんまジャンプして、はっ。こんなめちゃめちゃにばらけるもんなの。いやそしてこれもう右に行けんくなったしさ、これもう運ゲーなんじゃないの。とりあえず右を失敗してみる。こっから右を失敗。うわーやっぱ届かないか。一番下のバネに乗る。そしてこっから右ジャンプ。よし一個一個探っていこう。とりあえず一番左のバネに乗って右を失敗したらこうなるか。じゃあさ、あの左のバネ乗れそうだからそこ乗ってみていい。こうやって一個一個探っていけばいつかゴールが見えるんだ。さあここで、ここに落ちてくるバネ乗って、こっから、あー、ここで右。ゴールできてねえけど。どうどうじゃねえんだよ。なんだその聞き方は。もうちょっとマシな聞き方ないのか。まあ今日の動画はね長くて、しかも見たことのあるコースだったと思うんだけど、ここまで見てくれた方本当にありがとう。で今回さ、僕1番がマジで決めれなくって、ハンマーブロスが階段状になってるコースとバネが4つ来たコースがあるでしょ。あのラインで炎上なんたらかんたらって言ってたやつ、あの2つがめちゃめちゃ好きなんだよね。いや自分でもよくクリアできたなって本当に思いますよ。これまで鬼畜な一発マリオを数々やってきて、まあこれから先もねまだやっていくつもりなんだけど、ただ一番すごいのがさ、たった一画面なのにこんだけのアイデアがあるっていうのが本当にすごいと思わない。この動画なんでそのアイデアの中のたった一部だからね、これから先もまだたくさんのアイデアが出てくると思います。そしてこの一発マリオ連発シリーズ、また動画化したいと思います。パート3もおそらく 2,3 ヶ月後ぐらいになると思うんだけど、最近一発マリオのネタが枯渇しすぎてマジでやばいのよ。だからいろんなコースに手をつけてるからもっと遅くなるかもしれない。まあ出たらぜひ見ててください。そしてパート1の動画もコメント欄に固定してます。誰かが自分でしろよそんぐらい。いや結構早くコメント欄にリンクを貼ってくれる優しい方がいるのよ。だからさ甘えてもいいよね。自分でせ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。